リンゴジュースも持ってこようと思ったんだけど冷えてなかったね。さっき入れたばっか。こんにちは、そうです、おはようございます、こんばんは、皆さん元気ですか。俺はめちゃめちゃ元気です。今日暑すぎ、そして天気良すぎ。これどうですか、新しいサングラス買いました。いいよね。ね、昨日ボクシングデーで、昨日からボクシングデーで街中の店がセールやってるんですけど、これは全然ボクシングデー関係なく何の割引もなく買ったんですどうですか、良くないですか。ガジェット感があるでしょ。ということでマンリービーチ行きましょう。イエーイ、海に行ってきます、めっちゃ景色いいよ。なんと駐車に1時間半かかってしまったやべえよ、止めるとこないんだもん、本当にやばい、最高すぎるぞこれは。うわ、来た来た来ました、綺麗すぎる、やばくない、綺麗すぎるぞ、うん、うわ色見て、色やばいよ、やばい、うーわやば、人もやばいな、人めちゃめちゃ多いね、海が綺麗すぎるんだよマジで、伝わってくれ、マジで海が綺麗。最高だね、めちゃめちゃ気持ちいいじゃん、最高、危ないよ。ああ、お着替え完了。じゃあ、あ？いいよ。最高だね。もっと痛い。もっと痛いね、マジで。とりあえず、あのマンリーのメイン通り行きましょうか。カフェとかさ、レストランいっぱいあって。おー、すげえ。めっちゃ賑わってる。マーケットどこ？あ、本当だ、マーケットやってるね。めっちゃ並んでるよ。本当？どっち？あ、これか、マンリーケバブか。どうする？チリ、トマト、バーベキュー、ガーリック。ガーリック、プリース。Anything else? That's it.Thank you. ケバブ私初めて、あ、ケバブじゃないか、ケバブ頼んでないっす、結局ケバブじゃないんだ、結局ね、なんだっけ、スナックパックってやつ、ハトちゃんに狙われて、ビーフ&チップス、なにこれ、やばくない、めっちゃ美味しそう、これガーリックソースだって、やばいやばい、ね、めちゃくちゃ美味しいんだけど、ビーフ頼んだのにラム来た、これラムだよね、多分間違ってこれラムじゃん、めっちゃ美味しいけど、でもうまいね、ラムでよかったかも、なんか美味しい、美味しいね、うん、やばい、これ最高だね、最高これ、あ、うまっ、89ドルだ、え89ドル、ああ、ここのサングラス可愛いよ、どれも結構好きなデザインが多いかも、うん、これいい、
帰ってきました。楽しかったね。楽しかった。なっちゃんめちゃめちゃ疲れて昼寝するみたいです。もう6時だけどね、ちょっと寝るみたいです。いや最高だったな。あのマンリービーチがね、家からまあ車空いてれば15分ぐらいで、今日でも結構ホリデーシーズンでかなり混雑してたけど、それでも25分ぐらいで行けるので、マジでこの家に感謝ですね。立地が完璧すぎる。俺がいつもよく行く釣り場も15分ぐらいで行けるし、まあ、今日のねマンリービーチも混んでても30分かからずに行けるからね、本当にいいとこに住んでるなと思いました、改めて。ということで、いやーいい日だったな。なんかオーストラリア楽しくなってきたわ。いやマジで、あの来た時からね、まあいろんなしんどいこともあったけど、まあ楽しいことだらけではあったけど、本当にこのもうすぐ4ヶ月経とうとしてる今すごい楽しくて、いいな、来てよかったなって思う瞬間が多くてね、最高でした。ていうかこのサングラスマジで良くない？すごい、なっちゃんが褒めてくれるんだよね。いいよねこれ、マジでね、かっこいい。いいよね、なんかガジェット感あるよね。ちょっと 3D メガネみたいな感じで、ちょっとかなり気に入ってます。ということでこの辺で動画締めたいと思います。マンリービーチ綺麗だな、行ってみたいなと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。そしていつかマンリービーチあなたも行ってくださいね。インスタグラム、ツイッターなどなど SNS やってますんで、気軽にフォロー、そしてリアクションなんかもね、待ってます。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。マジでいい日だった。なんかすげえ楽しかった。はい、次の動画でお会いしましょう。皆さんも素敵な一日を過ごしてください。日本は冬なので皆さん風邪ひかないように頑張ってください。ということで、じゃあねー。